東日本大震災から11年となるのを前に、新たに楽天野球団の社長に就任した米田さんが南三陸町を訪れ、被災地への思いを語りました。昨日、南三陸町の震災復興記念公園を訪れたのは、今年1月に楽天野球団の社長に就任した米田洋介さんです。公園内に震災遺構として残る旧防災対策庁舎で津波に巻き込まれた佐藤仁町長の話に耳を傾けました。屋上の4メーター以上上に津波が、もう呆然という言葉なかったね。米田社長は大阪府出身です。東北で仕事をする身として、自分の目で被災地を見たいという強い希望があり、今回の訪問が実現したということです。自分の足でちゃんと来ることにも自分なりに意味を感じることなので、ずっと来たいなと思ってました。選手たちもやっぱりプレーを通じて元気を届けたいという気持ちを強く持ってやってるので、そこは今シーズンもプレーで全力で見せていきたいなっていうふうには思ってます。